河井井君国民民主党新緑風会の河井貴則ですあの私も不本意ながら、法案の質疑に入ります前に、えー、年金の一連の騒ぎについて、少し大総理に、えー、ご意見を賜りたいことがありますので、まずそこから入ります。 あの、先ほど、総理は、この問題、清掃の具にしてはいけないとおっしゃいました。私も、客観的に冷静に国民の皆さんに正しい情報をお伝えすることが、本来あるべき姿だと思っております。そこで素朴な質問なんですけれども、 あの金融審議会の市場ワーキンググループの騒ぎの発端だった報告書でありますが、私、読ませていただきました。えー、どこにもおかしなことが書いてなかったんですが、金融審議会のこの報告書が示す数字自体、誤っているというご認識なのかどうか、まずちょっと総理のご認識、お聞かせください。安倍内閣総理大臣。このまあ数字自体がですね、例えば誤った統計上の数字なのかどうかという、え。ー 観点があるんだろうと思いますそれと実際ですね、その数字はどういう意味を持つのかということもあるんだろうと思います。えー、いわば年金、そして生涯、えー、においてですね、どれぐらい果たして失踪し、そして年金があり、貯蓄があるのか、非常,に非常に個々の人々にとって相当それぞれ個々の人たちのありようは違うんだろうと思いますが、それを果たして平均して、 示すことととが正しいいかかどううう視点も当然あるんだろうと大切なことでありますから、そういう丁寧な議論が必要だろうと思うわけでございますが、その中においてです、ね、この報告書においては、単純な平均値の議論によって、あたかも公的年金だけでは生活費として、 月5万円、まあ、30年で2000万円足らないかのように述べており、世間に著しい誤解や不安を与え、不適切なものであると、こう考えているところでございます。当然これまで述べてきたように、えー 貯蓄があれば、ある程度その貯蓄を取り崩していくことを前提に生活設計をするかもしれないわけでありますが、しかしそれが平均としてそういう貯蓄があればですね、それに足らない、そのれに満たない方々も当然おられるわけでありまして、それは個々の状況において、それをしっかりと見ていく必要があるんだろうと、こういうことでございまして、私たちが今まで従来から申し上げ、すみません、従来から申し上げてきたことは、公的年金については、老後の生活を支える柱としては、将来にわたる でで可能な制度を確保ししていいいるととうことでございまして安心できる老後生活を送っていただけるように、医療や介護も含めた社会保障全体のセーフティネットの機能の充実施に努めてきたところでありまして、今後ともしっかりと努めていきたいと、こう考えているところでございます川井貴則君。あの今、えー、ルール,ルお話しいただきましたが、ということは、えー、総理のご認識としては、えー、この現在の年金制度と水準で、えー、老後資金は足りるというご認識なんでしょうか。 安倍内閣総理大臣あの今、ご指摘がございました、あの年金につきましてはです、ね、国民の老後所得の中心となる公的年金制度についてはです、ね、今後とも老後の生活の発となる役割を果たしていくものであると、こう考えているところでございまして、今までもすでに申し上げておりますようにです、ね、この 年金におきましては、このいわば老後において、所得代替率、少なくとも5割、モデル世帯においては5割以上を確保していくものとしていきたいと、こう考えているわけでありまして、厚生年金、例えば厚生年金については、現世代に費用者であった人の生活をある程度、 賄うものであると旨、ね、答弁してきているところでございまして、モデル世帯で現世帯所得の50%以上の水準をまあ将来にあたって補をしていく、公的年金は老後の生活設計の柱との方針には、いささかも変わりがないといいととうことでございます河井貴則君。あのまあ、感情的に私、議論するつもりはないんですけれども、この報告書、よくあの精査してみますとですね、そのまああの 退職金の問題も含めてなんですが、えー、1990年の時点で、平均の退職金の金額が2300万ちょっとです。これが20年経った2017年には1997万円まで低下しているんですよ。よ3、40%実は低下しております。つまりは、えー、退職したときに従来の感覚であれば、退職金をもらうことで、ある程度の老後の蓄えが得られるということが前提となった制度でもあったわけであります。今回 あのこの数字が出たこと自体については、私自身はそうだろうなと思って、実は見ておりました。で、あのー、何よりも、今回のこの一連のドタバタで、あのー、年金、この年金の問題に関してですね、えー、国民の皆さんが不安と怒りの声を上げていらっしゃるわけであります。これはどう総理がご説明されようが、実際に国民の皆さんは憤りを感じていらっしゃいます。なぜ 国民の皆さんが不安を感じ怒っていらし、怒っていらっしゃるのかということについて、今の総理のご認識をお聞かせください。安倍内閣総理大臣。あのこれ、先ほど申し上げましたように、いわばこの金融庁の審議会から示されたものがです、ねえー、平均貯,貯蓄額として引用された金額は2500万円だったわけでございますが、そして収入、支出の差はそれを月々5万円ずつ活用している姿が、 示されたに過ぎないわけでありますが、あたかも一律に老後の生活費が月5万円不足赤字になるとしたことについてですね、これ今まで政府の説明とは違うではないかという誤解を受けたわけでございます。先ほど申し上げましたよ,ししたようにです、ね、ある程度賄うものであるということを私も答弁してまいりました。5万円、もしそれが赤字足りないんであれば、ある程度賄うということにはなっていないのではないか。 という疑問を持たれたんだろうと、こう思うわけでございますが、先ほど申し上げましたように、高齢者の生活実態はさまざまであり、平均での乱暴な議論は、これ、不適切であったと、こう考えるところでございます。まさに、まさに平均したことによって、例えば平均したことによって、例えば貯蓄額が5000万円以上の高齢者が1割以上いりますが、これが平均を引き上げる構造になっているというのも事実。 でございます、まあ、ですから、それは実態よりも高めにこの貯蓄額が出ている、そして支出においてもそれによってです、ね、支出額が多くなっておりますから、それをすべての人たちに当てはめるというのは、これは、あこれはいわば間違っていると、適切ではないと、こう考えているわけでございまして、それはそれぞれの方々、生活実態はさまざまであり、そういうさまざまな方々についてしっかりとセーフティーネットを張っていくことが大切であろうと、こう考えているところでございます。川井貴則君 あの公的年金のうち、国民年金だけで、えー、生活していらっしゃる方々が年金受給者の半分以上を占めていらっしゃいます、もちろん、たくさんの資産をお持ちの方もいらっしゃるということですから、それをすべての平均をすると、今のこの今回の審議会の報告書の数字になるということですが、光を当てるべきなのは、足りない人をどうするのかということの議論を今からしなければいけないということでありましてですね。 あのそのことを私は問題を提起をさせていただいているということであります。あの審議会のメンバーの方からも、えー、自分たちで諮問しておいて、報告書の内容が意に沿わないから受け取らないというのは、えー、国民の将来をないがしろにする前代未聞の過ちであるという指摘も出ているわけであります。私がが最後にこれ指摘させていいいいたたただだきき一問だけお聞きしたいと思いますが 今回、この問題が生じたことで、国民の皆様が不安を感じてしまわれた、そのことによって、かえって貯蓄傾向に拍車がかかります。そのことは、景気を冷え込ませることにもつながりかねないということであって、これは政府が進めようとしておられる、景気刺激にとっても大きなマイナスであります。したがって、私はこの問題に正面から向き合って、今後、年金制度をどうしていくのかということを、総理が旗を振って、 議論を進めなければいけないと思うわけでありますが、その点について総理のご見解をお聞かせください。安倍内閣総理大臣あの先ほど河委員がですね 低年金の方々にもしっかりと光を当てることが大切だとこういうふうに指摘をされました。まさにそれはその通りだろうと我々も捉えておりますそして本年10月からですね、低年金の方々へ年間最大6万円の年金生活者支援給付金を注視、まあ、所得をしっかりと確保してまいりたいとこう思っております、まあ、そこで消費との関係でございますあの消費との関係でまいりますといわば年金財政そのものについてですね、年金が果たして 大丈夫か将来の年金の給付が大丈夫かという、そういう不安が生じればです、ね、当然、消費に対しては消極的になるんだろうと、このように思うわけでございます。であるからこそ、先ほど申し上げましたように、我々安倍政権になりましたから、例えば、特例水準については解消をいたしました、これ、あの皆様にご協力いただき、特例水準を解消し、そしてこのマクロ経済スライドにつきましても、キャリーオーバーした分も含めてです、ね、それを今回、 発動することができたわけでございまして、そういう意味におきましては、将来受け取る世代の皆さんにとりましても、より均衡が取られたものになっているので、どうかご安心をいただきたいとこう思っておりますし、かつ、マクロ経済スライドにつきましても、これも先生、ご存じのように、かつて0.9であったものが、今度は0.2に縮小したわけ。 でございます。まあ、この経済スライドは平均寿命とですね、そして非保険者の増減を入れたものでございますが、平均寿命が伸びていけば、この0.9がさらに伸びていくわけでございますが、寿命は伸びておりますが、しかし、えー、生産年齢人口減ったんですが、380万人の方々が働き始めて保険料を払っていただいた結果ですね、保険料収入が増えたことによって、0.9から0.2になりましたので、まあ、今回は、えー 物価あるいは所得が0.6伸びたことについて、それについて、このマクロ経済スライドは0.2引き、そしてさらにマードのキャリオバー分が0.3ありましたから、0.5引いてもプラス0.1になったと、こういうことでございますから、将来世代の皆さんの均衡も得つつ、かつプラスとなったということではないかと、このように考えております川井貴則君。 あの私あの、年金制度自体が危ないということを別に言ってるわけではなくて、水準の問題を今、指摘させていただいているわけでありますあの。所得代替率の問題がどうなるのかということ、そのことも含めて、金額が増えるか減るかということ、以前の問題として、その年金の価値が、購買力の観点から、えー、年金の価値が果たして維持されるのか、生活に、 老後生活を支えるだけのものになるのかということを、このことを議論しなければいけないですよということをご指摘させていただいているわけであります。すみません、あの最後、ちょっと時間がなくな,ってな,な,くなりましたので、1点だけ、あの児童虐待の関係のことについて、えー、総理のご見解だけちょっと1点だけお伺いしたいと思います。 えー、昨今、えー、非常に深刻な、えー、虐待事例が、えー、起こってきております、昔に比べても、えー、最近の方が非常に虐待死等の問題が、えー、増えております、この原因は一体何だと、総理は、えー、分析していらっしゃるでしょうか。安倍内閣総理大臣 えこのまあ保護者が子供を虐待する背景にはですね、社会的に孤立し援助者がいないこと、また予期せぬ妊娠により生まれたなど親にとって意味そうない子であることなどさまざまな要因が複合的に絡み合っているものと承知をしています。まあ、したって児童虐待防止対策においてですね、子育ての孤立化への対応など、ま地域における子育て支援と虐待の発生予防の強化、児童虐待の早期発見と迅速的確な対応など一連の過程において関係機関が 連携し、懸念のない支援を提供していくことが必要であろうとこう考えております。あのま河合委員からはでは、なぜま今このま増えているのかというご質問でございますが、この背景には社会的な背景としてはこういう背景がある。 わけでございますが、まあ、近年の急増においては例えばですねえ。それは顕在化したいわば通報等々がによってですね。法改正によって通報等々によってですね。まあ、顕在化しているという側面もあるんだろうと思います。依然としましても、しっかりと分析しながら対応していくことが大切だろうとこう考えております。川井孝典君、あの時間が参りましたので、これで終わりたいと思いますが、私はこの問題の背景には核家族化があると思っております。二世代三世代で生活していた時代のように、おじいちゃん、おばあちゃんや近所の人が見守りや。 抑止力として働かなくなっている、そうした問題も含めて、今後は核家族化の状況、今の社会情勢の中で国がその代替機能をどう果たしていくのかということが問われると思っておりますので、これからもこの問題について議論をさせていただきたいと思います。